あのまあ、新しい機能ということですと、えー、一番はやはり富士フ,フィルム初となる、えー、これはあの実際のユニットなんですけども五、えー、軸の、えー、ボディ内手ぶれ,手ぶれ補正を、えー、実現してます。またあの新しいフィルムシミュレーションである、えー、動画に特化したエテルナモードのフィルムシミュレーションそれからビットレートを 200Mbps に上げまして、えー あと17対9のデジタルシネマのアスペクトですとか非常に要望が高いあのハイスピード動画、F、HD の 120p にも対応してます。